これなら、うん。ご要望にはお答えできてるとは思うんですが、はい、すみません。はい、ちょっと見せていただいてもよろしいですか？どうぞどうぞ、ゆっくり見てってください。ありがとうございます。なかなかちょっと苦労しましてね。どんなものだ。三味線もいろいろあるんだな。三味線いいかも。いい音だ。三味線の音ってこんなにいいもんだっけ。歩いている時に見かけた路地の情景が浮かんでくる。この音を聞きながら人形町で食べるとしたら、なんだろう、寿司かうなぎかすき焼きもあったな、そば、いや天ぷらだ。サクッと揚がったエビの天ぷら。ダメだ、考えてたら腹が減った。すいません。あ、また来ます。はあ。この町にないはずがない。天ぷら、天ぷら、ダメだ、ないのか、なくなったのか、諦めるか、天ぷら、いや諦めるな、必ずある、どこかに一軒昔ながらの店が。だって人形町だぞ。ああ、空腹が加速していく。ん？ん？この匂い。掘り当てたぞ。この店名からして間違いない。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。家族でやっているのか、間違いない。自分を信じて、人形町を信じてよかった。三味線の音もバッチリ似合う雰囲気だ。この木の札の品書き、品数多し。しかも安い。さあ何から攻めよう。エビはお楽しみにとっておいて。すいません。はい。めごちにハスと玉ねぎを、はい、あとおしんこください。はい。あ、や、耳と鼻から食欲が焚きつけられる。おしんこ。いただきます。
この時点で俺的に名店確定。この店やっぱり間違いない。はい、天ぷらお待たせ。まずはめごち。うまい。小さいのに身がふっくらとしてる。サクッとして中はふわ。王道のサクふわだ。最初にめごち大正解。次は軽く玉ねぎだ。こいつは塩でいってみようか。じゃないか。塩で正解。種といい衣といい、本当に三味線の音が聞こえてきそうな天ぷらだ。まだ生まれてもいなかった。あ、いや、できるかどうか聞いてみただけで。ただ全て手作りでやってますんでね、出来上がりがだいたい半年後ぐらいになってしまうんですが、全て手作業なもんですからね。あ、半年後。あ、そうですか。そうですよね。 ありがとうございます。つづら、いいこと思いついたと思ったんだけどな。あ？匂うぞ匂うぞ。時代劇に出てきそうなものがいっぱいだ。今時この手のおひつは珍しいな。日本の伝統文化には違いないが、オフィスに飾るんだもんな。線か。これなら、ご要望にはお答えできてるとは思うんですが、はい、すみません。はい、ちょっと見せていただいてもよろしいですか。どうぞどうぞ、ゆっくり見てってください。ありがとうございます。なかなかちょっと苦労しましてね。どんなものだ。三味線もいろいろあるんだな。三味線いいかも。
いい音だ。三味線の音ってこんなにいいもんだっけ。歩いている時に見かけた路地の情景が浮かんでくる。この音を聞きながら人形町で食べるとしたら、なんだろう、寿司かうなぎかすき焼きもあったな、そば、いや天ぷらだ。サクッと揚がったエビの天ぷら。ダメだ、考えてたら腹が減った。すいません。あ、また来ます。はあ。天ぷら、天ぷら、天ぷら。この街にないはずがない。天ぷら、天ぷら。ダメだ、ないのか、なくなったのか。諦めるか、天ぷら。いや、諦めるな。必ずある。どこかに一軒昔ながらの店が。だって人形町だぞ。ああ、空腹が加速していく。この匂い。掘り当てたぞ。この店名からして間違いない。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。家族でやっているのか、間違いない。自分を信じて、人形町を信じてよかった。三味線の音もバッチリ似合う雰囲気だ。